わな人はーいいね。ドライバー変えたったろ。ドライバー変えた。どう？めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。うん、やばい。早く変えればよかった。多分ねあれもう練習しすぎてもう何千球ってドライバー打ったわけ。多分ヘッド割れとった。割れとったね。変なボールでやったもん。うん。わーって。そしたらさちょっと。ドライバーも変えたし、まあ年も明けて2023年、今年はこれでまあ行きますっていうちょっとクラブセッティングを改めて紹介してほしいね。あ、オッケー。なんでね大会とかも出るやろうしね。確かに。うん。じゃあお願いします。はい、お願いします。ドライバーから行く？最後にする？ドライバー？うん。ドライバーから行く？ドライバーから行く？クラブセッティングも何回か取っとるけど、2023年とか。3年今年はこれでやります。変わるかもしれんけどね。とりあえず。いいね。うん。新年。そう。新年一発目の僕のクラブセッティング。そう。お願いします。紹介したいと思います。はい。じゃあドライバーから行こうか。ドライバーから行く。いつも人の紹介してばっかり。確かに。僕は今日僕の紹介させていただきます。はい。私物。お、私物。いろんなところでもういろいろ試打して、まあストリクソン、X5 とセブンとか、まああれもすごい良くて、でまあもちろんシム。前はシム使えたけん、まあシムしだしたけど、やっぱシムってすごいいいよ。で慣れ通し、まあヘッド大体変えたら慣れるまで時間かかるゴルフって。シム2はもう全然変えても、しだしおる段階でもやっぱ多分シムずっと打ちよったけん、あ似とる。そんなにそうなんか変わりがなくて、まあもちろんでも打感も違うし、あ違うんや。まあ構えた感じも違うし、音も違うし。でもシム2が結局飛びよったけんシム2にしてる。なんかさっきいろいろいじりよったけどさ、何をしよったと？これはまあシャフトをね、今夏用にこれさ3番ウッドとドライバーはまあ普段は 7X つけてないけど、これ長さ違うの3番ウッドとドライバー。でも 7X じゃやっぱフレンケンさ 7S に、そう3番ウッドもドライバーも 7S に変えた。 S にした。で、来角はまあ今ね9度勝ったけん、そうねフェード打ち寄るっていうのもあってちょっと左に出したいなって思って、スタンダードがちょっとハイヤー寄りかな。前のやつは 8.5 にしとったよね。 8.5 10.5 8.5 ちょっとやっぱ捕まりづらいっていうか。だけどねこれは9度を今はロフトが 0.75 プラス 9.75 ロフト。スタンダードはいやスタンダードに入れてないって。スタンダードからちょっとハイヤーに、あハイヤーにして1個一目盛り。そしたらねロフトがまあプラス 0.75、で来角 56.5、56.5 やったら多分3番ウッドと一緒ぐらい。ああなるほどね。3番ウッド俺得意だけどちょっと一緒にまあスピン量は多分増えるかな少しっていう感じ。まあでもフェイスアングルっていうのは 1.5 度クローズになるけん、まあちょっとなんかこう左に出しやすいイメージとか捕まえやすいで球もちょっと上がるけど、まあ冬ってあんま振れんよ。だけどちょっと 7S で球上がるようにしとるけど、それだけじゃなくてちょっとロフトもこうまあ 0.75 度やけどちょっと変わるよ。また暖かくなったら変えるじゃんシャフト。暖かくなったらねだんだん振れるようになってきたり薄着になってきたら 7X に変えようと思います。とりあえずヘッドはそれで今年はね。今こっちはベンタスブラックサックというか、まあこれも 7S にして、でこれは変わらずにもうこれ大好きやけんシムの3番ウッド15だよね。15度ちょっと汚いけどこれもさなんかこう落としてしまったりして傷あれやけど、前のこれやめね。ドライバーは前のやつはこれと同じシリーズ。あそうそうそうシムのねシムのドライバーだけど、長さはねちょっと 0.25 インチ長くしとる。 43.5 43.5 43.5 ドライバー 45.5 でこれ 43.5。 なんで長くしとると？長くしとるの俺結構バランスあれ D2 とか D3 バランスを俺重くヘッドをこう感じたくて、多分 D4 ぐらいになってないから今この間サプライズドッキリプレゼントしたあそこの北九州の工房人さんで D4 ぐらいにしてもらったからだけどちょっと 0.25 長くしてでこうヘッドをまあ効かすっていうか重くするっていう。それがしっくりくるね。そうやね。こうずっとヘッドを感じて早く腕力が強いけんさギューンって早く振ってしまう。早く振れないようにするっていう意味も込めて。ああなるほど。そうヘッドが重いと早く振りにくいけどもう握力使うだけど、まあそれでゆたーってゆっくり大きいスイングをっていうことで体が使えるっていう。まあ腕力強くない人もリズム速い人っておると思う。なんかそういうのもいいかも。バランス出す。総重量はそんな変わらんけど、ヘッドの方に重さがある。まあグリップね、細く俺もしとるし、なるべくヘッドが効くようにしとる。なるほど。で次は2番ユーティリティ。あ、そうか、5番ウッドじゃなくて、まあ冬はちょっとね球上がらんけん2番ユーティリティあんま使いたくないんやけど、まあ練習っていう。5番の方が球が上がると、5番ウッドの方が球上げやすい。あ、そうなの。全然上がる。5番ウッド結構これ2番ユーティリティ上げるんやったらしっかり振らない関係、まあリスクない。冬はあんま使いたくないけど、まあ2番ユーティリティ17度かな、ピンの410。それもうまいよね、2番ユーティリティ。これ結構好き。低い球打つのとか好きやけんこれ。確かに2番ユーティリティで何ヤード飛ぶと？2番ユーティリティ、まあキャリー240から触れたら250ぐらい。はいはいはい、なるほど。まあでもそんな250も狙わんから240、まあロングのセカンドで240ってなったらこれに。5番ウッド悪くても結構これ使えるじゃん。あ、ほんと5番ウッドと変わらんの、距離も。距離は5番ウッドの方が飛ぶ。あ、飛ぶんや。250は絶対飛ぶ。ああ、なるほど。でも5番ウッドの代わりみたいな感じで入れたよね。そうそうそう。なんで5番ウッドじゃなくて2番ユーティリティなの？2番ユーティリティ俺結構さ250狙う時ってロングのセカンドかまティーショット、ティーショットはアゲンストとかやったら5番ウッド上がりすぎるけん距離結構ロスする。で逆に低い球打ちたい時、転がしたい時とか5番ウッド打ちにくいの、低い球、まあ多分みんな打てると思うけど俺は打ちにくくて、だけどそういう意味でティーショット用に240、50飛ばせる。ああ、なるほどね。低くと大体ロングのセカンドで240とか250乗せる時って結構ライが悪かったりする。つま先上がりとか下がりとかこう左足上がっとったりとか、5番ウッドって2番ユーティリティちょっと長いけどさ、だけどこう詰まるっていうかつま先上がり、ちょっとでもつま先上がりやったら結構難しい、気になる。これってちょっと短く持てば結構ボールの位置近いけど結構2番ユーティリティさ、球上げる必要ない、あんまり俺ない。なるほど。でも試合でさ、たまに250ヤードのパー3とかある。これ250届くけどグリーン着弾したら奥に行く、低いけん。ああ、その時はむずいね。その時は5番ウッド持っていく。ああ、なるほどね。そういう時ぐらいか。じゃあ5番ウッドが必要なの、今のやり方やったら。まあなんかあんまりストレスなく振れる。シャフトは何使いよ？シャフトはNS とモーダス。モーダス。おお。ゴーストってやつね。はいはいはい。ゴーストってやつの X370。X370。ハイブリッド。これめっちゃいい。なんか誰かも使えるやつもうです。めっちゃいい。ちょっと打ってみてよ。打つこれ。ティーしてから打つ。ティーでもどっちでもいいけど。まあいつも使う感じで。一球ずつぐらい。ティーショットはね。こんぐらいの時間にして。いや結構飛ぶね。まあティーされとったら高くなるか。低い球打ってみて。低い球。これめっちゃ得意やん、いつも。出た。それやばいよ。最初だけ見えると思う。見える。まあ置いて打ったらね、ちょっと球低くなる。結構得意ちゃんには言うて。はい。まあふやけフレーム。こんな感じ。ちょっと球低くなる。っていう感じです。はい。はい。ドライバー。ドライバー？ちょっとドライバー打ってみてよ。ドライバーも？ちょっと新しいやつ。初披露。お披露目。なんか音とか似てそうよね。うん。いいよ、めっちゃ。うわ。見える？見えんね。飛びそう。やっぱ。いやいや。3番打っても飛ぶけどやっぱ違うね。ドライバーやっぱさ、やっと打てるようになったけど、その打てる。ヘッドさ壊れてからずっと使ってなかった、ああそうやね。動画ではそんな 1,2 話ぐらいしか使ってない時期なかったけど、もうずっと俺プライベートのラウンドでもしばらくで YouTube の撮影でもずっとドライバーを封印しとったからめっちゃ気持ちいい。やっぱドライバーがないと面白くないね。ああそう、やっぱそう、もう面白くない。スコアはね安定しそうな感じはしたけどね、面白くないよね。そしたら次は2番ユーティリティの次はもうアイアンなのか。そう。じゃあアイアンをちょっと上から。そうね。アイアンはまあ3番ユーティリティみたいな感じの、まあスリクソンの ZX。ZX。まあ20度やね。20度3番。ZX ね。はいはい。これはもう分厚いやつ。確かに結構ね簡単、3番アイアンとかじゃない、3番ユーティリティぐらいで思って、あ、ユーティリティなのかな、ちょっと詳しくないけど、まあもう本当安心感ある。3番は勝手に上がる。あ、3番だけ違うやつないの？3番違うけど、このスリックスの ZX これむちゃくちゃいいよ。本当これこそもう本当2番ユーティリティより簡単。あ、そうなの？全然簡単。でも長いっちゃろ結構。3番アイアン、もう3番アイアンの長さと一緒。シャフトは何使うと？シャフトはね、もうダイナミックゴールドの X100。そう、これもうピッチングから4番まで全部一緒。ピッチングから4番まで。そう、ダイナミックゴールドの X100。はいはい。バランスはね 2.5 ぐらいにした。 D2.5、D3 ぐらいかな、全部アイアン。D3 か。そして4番からピッチングまではシャフトは全部一緒なんやね。そう、4番からもうピッチングはヘッドが違うか。あ、ごめん、スリクソン Z フォージド。ヘッドフォージド。4番からピッチングは同じ。はいはい。あ、いいね。なんか貼っとる。鉛ね。鉛貼っとった。こういう3枚重ねぐらいして。なんで4番だけ？球上がりやすくするため。はいはい。4、5。4、5に貼っとった。で、まあシャフト一緒ね。ダイナミックゴールドの。これもうやめれない、このアイアン。そうなん？そんな意図？いや、めっちゃいいよ。なんか YouTube のねコメントでも、僕も Z フォージドにしました、もうめちゃくちゃいいですってあったコメント。本当にいいじゃん。じゃあ4番ぐらい打ってもらおうか。4番。アイアンの飛距離は？アイアンの飛距離、まあ大体3番アイアンで230で、4番で215とか。まあ15ヤード刻みって言いたいけど、そんなに正直言ったら12ヤードから13ヤード刻みぐらい。で、まあそれで5番で200ヤードになったりとか、6番でまあ190いかんぐらいかな、85以上は飛ぶもんね。で7番もまあそれの13ヤード下がって180いかないっていう、ちょっと微妙なんやけど、5ヤード刻みじゃないけん、ここら辺から9番とかも140145以上は飛ぶけど150までは届かんしみたいな感じで、ちょっと微妙だね。そう、微妙っちゃん、トラックマークで測ってもピッチング135とか、ピッチングで135。なるほど。そういう感じかな。じゃあアイアンちょっとなんか打ってみてよ。アイアン何番がいい？じゃあ7番。7番。俺も7番と思う。4番とか3番で言わんで。うわ、いいボールやね。内側変なのはもうほんと勘弁して。変なのはね。めっちゃいいフェードしとったよ。寒いけど体動かへんじゃん。はい、失礼。こんな感じかな。はい。2023年もさ、変わらずフェードでいく。フェードをまず極める。で、最近ドローたまに打ったりするけど、左ピンの時とか、なんか風が右から来よる時とか、まあ打てるじゃん、フェード打ち。ドロー打ちよった時はフェード全然打てねえんやったけど、フェード打ちよる時ドローってのが簡単だ。あ、そうなの？ちょっと打ってみといたら。わかりました。1球で打つ。パッとなし。ドローはしとるけど。ちょっと練習やね。おー、なるほど、確かに。はい、引っ掛けです。はい、じゃあとりあえず今年もフェードで、フェードを極めて、まず極めます。はいはい。じゃあちょっと終わりの歌も流れてきたんで、ウェッジ？ウェッジを紹介します。ウェッジね、ジューシーウェッジです。ジューシー、もうちょっと汚くなるよけど、まあこれね、もうノンメッキやけんさ、錆びてくんよ、どんどん。最初からこういう茶色の色なの？そうそう、もう錆びていくけん、開けてね、もう次の日にはこんな色だ。あ、そうだ、マジで。そう、58度と51度。58と51。これね、よく何の B なんて聞かれるけど、これもベーシック。両方 B やね。そう、ベーシックかな。ベーシック。まあフェイスはこんな感じ。結構使い込んどうけんさ。確かに。これどのぐらい使いよっけ？いや、でもまだ1年経ってない。1年ぐらいか。めっちゃ使うもんね、でも。そう、めっちゃさ、もうマイホール使うやん。下手くそ現場パンオンできんやつ。そう、シャフトがね、これダイナミックゴールドの、これウェイトロックってやつで。ウェイトロック、はい。まあ汚いけど。これ X100。S200 使いよったけど、これテイラーのマークあるけど、昔メイドグラインド3使いよった時のシャフト。だけどテイラーの入っとうけど。ああ、そうだよ。まあグリップはでも重視に変えた。付け替えてね。そのグリップがめっちゃいい。全然滑らん。ペタってやつ。いやー、もうなんかもう吸い付くっていう感じかな。そのね、日本使いでとりあえず。まあちょっとね下厚くしたいけど、うん、とりあえずこれでって感じ。今年はとりあえず日本で最初は。なんかねあんま56度入れたり60度入れたりいろいろ3本持ってても不器用やけん時間かかるけんさ、うん、今は何本数はもうちゃんと14本、あちゃんと14本、うん、下厚くするとしたら何をなんかね2番ユーティリティ抜いてとか、あ抜いてとか3番ウッド抜いてとか、はいはい、うん、3番アイアン抜いてとか、そんなんなるかな。なるほどね。じゃあ最後よく入るパターを、いやあんま入らんけど入りすぎやろ。なんかね俺多分ヘッドをさ軽くしとるけんこれです。はい、スペシャルセレクトニューポート2、うん、うん、はい、使ってキャメロンです。うん、まあ普通の市販のやつよ。ここのラインをさ黒いのを白く塗ったりとかしてるけど、あそうな、うん、へえ感じね、うん、こだわりはあるよ。あるよね。パターこだわってるよ。なんかシャフトの長さが違ったっけ。シャフトはね32.5 切ったよね。それ切りました。33もともと33なんです。はいはい。で重さとかは変えてない、うん、けどさ切ったらバランスで軽くなる、でヘッドちょっと軽く感じる。あそうなんや。だけど重いグリーンがちょっと下手くそになったね。タッチが弱いくなった。はいはいはい。まあでもグリップも変えて、うん、その分またさらにちょっと太いやつがついたの、うん、最初のってね、うん、うん、これピンの細いやつ、はい、はい、俺も指短いけんさ、うん、なるべく細くてこうちゃんと手のひらで握れるやつにしたくて細く、うん、うん、でそしたらまたさらにバランスが軽くなる、はいはい、もうヘッドめっちゃ軽く感じると思う多分。あとなんか来角、うん、よくご存知で、うん、それは何回も聞いたよ俺は。来角は大体俺は目の下に左目の下にボールをこうやって構えた時に、うん、うん、ここら辺か、うん、ここら辺に構えたくて、はい、こう構えて、うん、そしたら来角がこう上に立ち上がってくれてた方がいいけん、うん、まあここの来角を76度にやってるから、うん、うん、まあでも身長とかさいろいろみんな違うし手の長さも違うから、うん、うん、まああんまり違いないんだけど、うん、でもこれですごいまっすぐ、まあなんていうかな、まっすぐ引くことはないやろけん、うん、イントゥインってよく言う、うん、イントゥインがまあしやすくなった、うん、前こういう来角でもうちょっと離れとったんや、こうインアウトになってたり、ああなるほどね。こういう感じだった最初、こうなる、うん、でも近くに立てるようになって、うん、イントゥインができるようになった、うん、っていう感じ。なるほど。そしたらはい以上かな。そう以上です。ボールはまあその時々で変わるんかな。ボールはいやもう基本で今ね、うん、基本今、汚いけど、うん、まあブリヂストンの B、うん、ツアー B の X 使うかな。もうほぼこれ飛ぶやつなのね。うん、まあディスタンス系か、うん、スピン系じゃない、うん、うん、感じかな。まあでもスピンめっちゃかかる。確かに。じゃあとりあえず2023年はこれで戦うということで、うん、いやこれでいきます、うん、九州コメントにもあって、うん、ベスト60代じゃ、うん、九州ミッドアーマー取れんと、うん、うん、じゃあ改めて目標をちゃんとお願いします。ベスト、うん、60代出します。はい。ダメって言われた。違う、ベスト60代出せんやつが優勝できん。そうね。でまあ言えることも分かる。まあ大体毎度プレイするために72の近くで回ったらいいと。俺はダメ、それじゃいかんと思う。どういうこと？ベスト60代毎回出す。ベスト60代毎回出す、あそういう意味やった。平均、あ平均ね。無理と思ってる。いやーいけるか。でこれもいろいろな意味で変わると思う。まあ4番ユーティリティ入れたりとか3番ユーティリティ入れたりとか、まあなくしてめっちゃ厚くしたりするかもしれないし、パターンも生まれてるするかも。とりあえず勝てばいい。今年は結果を出す絶対。なんかね頑張ってプロになってほしいですとかいっぱいコメント来とるけど、プロはまあまあもう置いといて、ゆくゆくはねそんな慣れとったらいいかもしれんけど、まずは目の前にある目標ミッドアーマー。ミッドアーマー九州絶対優勝しよう。九州ミッドアーマー優勝。九州ミッドアーマーもちろん予選を絶対取る。でこういうの YouTube で言うと会場に行くで予選落ちする。むっちゃ恥ずかしいだけどどんどん言っていく。もう絶対もう予選突破。もう頑張らないかもね、それ言うたらね。頑張らん、あ頑張る頑張るよ。楽勝いくよ今年は。結果出すってことで、今年はまあクラブセッティングこれで戦いますということで、そうです。これでいきます。頑張ってください。頑張ります今年は。まあよかったらちょっとトレーニング動画とかもさ、あそうやね。あげようかな。そうね。なんかもうちょっとねこうプライベートな部分というか、俺が密着して、まあ多分私生活から結構ストイックだと思うよね。だけどなんかただ練習証券とか、そういうだけうまくなっとうわけじゃないと思うよね。ああ、なるほど。結構考えとうなって思うこといっぱいあるけん、そういうのを俺がちょっと追っていけたらいいなと思ってるんで、はい、なんかまあ参考になることがあれば。この動画がいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、インスタ、ツイッターやってますので、フォローお願いします。フォローもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。もうこれもそうだし、これもそうだし。